群内風炉は、風炉層か風炉層属に分類される、多年層。別名、伊吹群内風炉。茎は高さ30から50センチメートルになり、茎と傭兵に開けでする荒い毛と繊毛が生える。長い傭兵を持つ、根室用は、多数ううあり、茎につく葉の下部は誤生するが、最上部の葉は耐生する。葉は、手の平状に五から七し、はさらにさし、 小列片には大きな巨子がある。葉芯は幅5から12センチメートルになり、両面に開けげげが密生する。拓葉は長さ8ミリメートルになり、膜質で褐色。花期は6から8月。花は計2.5から3センチメートルの五弁花で、花の色は高色であるが変異が多い。茎の先端に十数個が中山状につき、やや下向きから横向きに咲く。 学編は長さ7から8ミリメートルになり、学編の他花柄、小花柄には、開けでする、専門が生える。有水は10個、有性船熟で、花柱は花粉が散布された後に開く。果実は果てとなり、花柱分子を含めた長さは3から3.5センチメートルになる。花時に横に傾いていた小花柄は、果実には直立する。北海道西部。 本州の万代山から伊吹山に分布し、低山帯から高山帯の明けた草地に生育する。和名の群内は、群内で山梨県南東部にある鶴群に由来する。ありがとうございます。